では始めたいと思います。ですね、ちょっとそんなに長時間はできないんだけど、バーナビーサラか。まずね、これをウルタのキャミ強化って書いてある。どれも一品だ。またね、次やるメモを残したんですよ。できるー。これね、強化します。これ一個終わった。あとそうだ、これも一品だ。損はし、また来な。なんかさ、結構道中で武器を割と拾ってたんだよね。ま、さあ何をする。さ、武器錆びたやつ、状態上攻撃って書いてあるやつね、これね。これちょっと使ってみようかなと思ってて。これさ、そう、もらったんだよね。この強化してるやつをもらったんだけど、これは、これももらったのかな。これわかんないな。もらったのかもしれん。これとかね。マジックアーチャーしか使えないのか。ダガーもあるじゃん。ちょっとダガーをさ、私持ってって。状態異常攻撃が何なのかよくわかんないんだよな。弓もあるね。これもね、多分拾ったんだよね。ちょっと何好きなのを選びな。また来てくれ。強化できるか見てみます。状態異常さ、ほら、今私レンジャーなんですよ。でレンジャーはダガーはなんかおまけみたいな感じっぽくて、あんまり攻撃力も高くないみたいなんで。あ、できるね。できる。これはどうせまあ今はさ、装備できないよねってことでしょ。カマ、カマ、まあ装備、あの攻撃力はね、そりゃ全然大したことないと思うんだけど、まあ、お金あるうちにやっとくか。 OK。 どれも一品だ。また来な。これもやったじゃん。パワーオブポーンは別に錆びたとかではないんだね。確かにな。ま、あんた好きなのを選びな。ちょっと預けてて、こっちの方が、これは絶対預けるじゃん。まあ両方持っていくか。さあ、まあ、好きなのを選ぶ。また来てくれ。オッケー。でね、あとね、そうもう一個気になってたのが、これだ、ここじゃない？なんかさ、ちょっとこれよくわかりづらいんだけどさ、これ。あのね、前々からね、ちょくちょくポーンにね、なんか理髪店がありますよって言われてたんで、あいつか、じゃあ、多分たどり着けるな、なんて思ってたんだけど、全然たどり着けず、ここだよね、多分。違うかな？今行っても閉まってんのかな？ちょっと行ってみよう。理髪店がとかってすごい言われてて、あ、そうなんだとは思ってたんだが、なんか人いるじゃん。ここ？あ、ハサミマークついた。理髪店があります。はい。利用してみてはどうですか？理髪店ってどういうこと？髪型か、あ、すごい。自由に髪型を変えることが。自由に？
もうもちろんいくらか取られるんでしょうけど。いらっしゃい。はい。あなたが噂の各社様。はい。私はデボン。デボンさん。開業医だったんだけど、今は利用やってるわ。夜でも行けます。ドラゴンのせいでみんな浮き足立っちゃって、うん、客足はさっぱりね。まあ仕方ないけど。ごめん、私も来るの遅れちゃった。今日はどうしましょうか。へえ。あ、へえ。あ、お金で。なるほど。コスメティック。ロイヤルドレスアップ。あ、結構でも 3000G ならそんなに高くはないね。あ、大丈夫です。ありがとうございます。今、かなり私のこの外見、ほぼパーフェクトだと思ってるんで、気に入ってるんで大丈夫です。じゃあ、よし、ここも OK ね。これでだいたい量と見たと思うんだけど、でも、なんか、なんならまだありそうでね。このさ、赤いこの入り口みたいなのが、ちょっとわかりづらいっちゃわかりづらいんだよな。商人の家って書いてある。で、昼間あんまりさ、実はここ来てないから、もしかしたら、入れない入れないって思ってるとこも入れたりすんのかもしれないもんね。うん。はい、戻りましょう。で、あと、まあ一応ちょっと、この辺の、クエストでも見てくか、また。まあ変わってないよね。あ、ないんだって。ここは酒場でしょうか。この酒場は様々な人が使います。じゃあ、次にね、したいのが、カサディスに行って、一回朝にするかな。カサディスちょっとまた一周したいんですよね。しばらくさ、なんか宿屋ぐらいしか行ってないからさ、ちょっとじゃあ一周する前にが朝にして、アダロとかさ、どこにいるんだろうと思って。暗くてわかんないもんね。ローリーという職も大変そうですね。そうですね。いや、どうにも、あ、ちょ、ほん、じゃあ、どうするね。宿泊します。無理せず休んでいきなよ。朝まで休みます。で、そしたら、まあ、あとちょっとできそうなクエストやって、あ、ありがてえ。わあ、ありがたい。ノク。ターヌさん、ありがとうございます。わー嬉しい。はい、わー、わーありが、まあまた元に静をいただいた。ありがとうございます。すごい助かります。もうこれで、あ、またまた未知なるクエスト、あ、はい、すいません、ありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。素晴らしいよ、ありがてえよ。うん、あの戻りの礎をね、せっかく結構いただいてるんで、あちこちこう旅をして置いてきて、あの護衛クエストをね、できるのはやっていきたい感じです。せっかくあるしね。で、多分あのメインクエストでも行くことになると思うんですけど、その前に、まあ、行けそうなとこは行きたいなっていうふうに一応思っております。弓こうしてみるとでかいね、確かに。敵の攻略知識がありがとうございます。ここで休めそうですね。で、ここもちょっと見て、祈りの滝近いの岬、この血洗い浜ってのも結構あるよね。一回引き受けてさ、また印を地図に残しといて、で一時中断して、そう、それでさ、あ、そうそうそう、なんかね、肉をね、
喜ぶらしいんですよ、カサディスの男の人は。いざとな、なん、じゃあどうするね。渡しとこうかなと思ってさ。任せておきなよ。アダロとかに、アダロがいたらだけど、なんか肉もね、ね、さっきそう、さっき私、でも一回、これこれ、これが、ほらカサディス村民男性って書いてるでしょ。置いといたってしょうがないから。これは領土なんだね、魚は。だからさ、やっぱ漁師に魚渡してもってことだよね。であとね、お花がね、女の人らしいんだよね。どれだったっけな、これじゃないか、こっちか。お花ないな、ここか。なんかえらいたくさんあったやつなんだけどな。これか、うん、たくさんはないな。うん、まあちょっと任せておきなよ。じゃあ無理せず、じゃ気をつけてな。目についた方に、あ、この人にあげてってもいいけど、ちょっと私はアダロにあげたいんだよな。アダロいるかな、朝早いからまだいないかな。村の特産のようです。どうも。この人は兵士ってことになるのかな。肉あげてもあんまり喜ばないかな。あとほら、なんだっけ、あいつ、あいつ、こいつかこいつ、あ、違う、女の子だ。このごきげんよう。ごきげんよう。こいつか、あ、違う。ちょっと辺りを見てきたが、あ、そう。避難した連中は戻ってない。違うってことないんだけど。思ったより遠くへ逃げたみたいだな。ほら、どうしようもないやつ。あ、ここにいた人たちみんな元気になったんだね。やっぱ家にいるかな、ラザロ。漁師の家。入れる。各社様。人様の家。本当だよね。あ、これお兄ちゃんじゃない。なんだっけそうだ、各社だっけ、うん、その各社とかいうのになって活躍してるんだってね。うん、うん、ちょっとじゃあプレゼントしとこう。お兄ちゃんに行くってことになったら俺も手伝うよ。ありがとう。お、こいつは感謝しなきゃな。いいんだ、奥さん、奥さんに曲げとく。随分と活躍してるみたいだね。そんなことないんすよ。奥さんにじゃあお花あげとこう。うちの人が頼りないこと言ってたんで。ごめんね。あんたを見習えって葉っぱかけといたよ。そんなこと言わないでやってくれよ。弟さんを亡くして悲しんでるんだよ。嬉しいわ。よかった。ここじゃなかった、あの前、アダロの家に行きたいんだ。アダロの家、こっちか。アダロいるかな、キナもいるかな。誰、お前は誰だ。あ、ポール。井戸の底なんてもともと行きたくなかったあ、そう、そうかい。入れた。ここは村長の家でしょうか。家でしょうか。宝でしょうか。宝あった。村長、いたいたいた、アダロー。会いたかったよ。西の辺境の地で、うん、ゴーリンどもが。あんたどうやって帰ってきた、そっから。聞くが、うん、なんとお前が連中から砦を奪い返したというのか。そうなんすよ、頑張りました。ちょっとプレゼント。近頃西の辺境の地でゴブリンどもが勢いづいておったと聞くが。え、これさ、もしかして倉庫にあるやつも選べんのかなそうっぽいな。なんだ、別に持ってこなくてよかったのか。はい、あげる。ん、お前の気持ちが伝わったよ。伝わった。あ、よかった。私あともう一人さ、できたらあげたい人がいるんだよ。ちょっとポッケストもらってくぜ。あの一番最初にさ、クエストやった、あの弟が死んだことを伝えられねえって言ってた、あの漁師、この人教会にいたからな最初。まあ、それかあいつね、あいつ、あのどうしようもねえやつ。
あとさ、そうそう、この資質っていうのさ、私さ、誰のって思ったけど、私のってこと？これねえ、なんかもらっていくぜとか言ってさやってたけどさ、そうそうなんだってね、やっぱりなんもねえ人参あった、もらっていくぜ人参を、そうらしいのよ、へえっつってバタバタ壊していくぜ、空き瓶ね、え私の部屋あったわ、でもキナいなかったな、ちょっと、あーレイナード、レイナードいるじゃん、レイナード、この半島周辺を巡り始めて、あれこの前あのなんかどっかいたよね、あの野営地に、なかなか探し物ってのは思うように見つからないもんだな、こいつ結構自由に移動できるじゃん、あこっちの話だ、気にしないでくれ、うん、さあ商売の話をしようぜ、まずは俺の品揃え、あれレイナードにあげれないんだ、なんかさレイナードに譲渡って書いてあるものがあったんだけどあげれないんだね、なんかキノコのさやつ、空き瓶売ってるじゃん、空き瓶ね、レイナード、うん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 、前も見たんだこれ、さあ商売の話をしよう、またのご利用、あ、できる。なかなか探し物ってのは思うように見つからないもんだな。これじゃなかったっけ？あ、ほんとこれだ。じゃあこれあげる。嬉しいね。ありがとな。いいよ。いいよ。あんた散々連れ回した挙句に殺しちゃったからさ。アダロじゃん。アダロお出かけ。アダロ。近頃。そうそうそう。そうなの、そうなの。何度もありがとう。あの人いないかな。なんて名前だったかな、なんか。売買は計画的に行いましょう、はい、ちゃ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 、まあちょっと顔言わせずにね、誰、なんともやりきれんな、どうしたフラフラで朝から酔っ払ってんのか、何さ早くにね、あーこいつあれじゃん、あこれどうもいつぞやのまま改心した盗賊、うん、じゃあこれをあげよう、これ確か盗賊はこれなんだよ、ほら、はい、どこであげる、ありがとう何に使うの、また趣が違います、ね、あ、そうなの、そうなの、いるかな、いないな、なんか聖職者に譲渡ってのもあったんだよな、ごきげんよう、ご用かな、ご用かな、教会本部から通達がありました、うん、混乱につけ込んで、あ、救済ね、救済の青汁ね、むやみと純粋な信仰心を阻害する、うんうん、救済、うん、かの集団にいかなる助力も与えてはならんと、うん、なんかあったんだよな、正直なところ、なんだったっけな、その救済が具体的にどんなものかすらわからぬので、だったっけな、あ、これだ、これでもさ一個しかないんだよ私、ちょっと今度にそれね、ごめんね、あ、なんかそういう候補のやつがちゃんと出てくんだね、それはありがたいね、わざわざ持ってこなくてもいいんだ、ごめん、もらってくばっかりで。どうだ、調子は。うん、いいよ、なかなか。あのおっさん探してんだけど、いないんだよ、なかなか。これはすっけ。オースターと申す。見知りおきよ。オースターさん。はい。来た？あ、盗賊が来た。改心した盗賊が来た。ちょっと見つからないんで、いいかな。で、倉庫から出しちゃうとさ、ほら、腐っちゃうから。一回預けて、これ歩いてないかな、預けてから、クエストをね、ちょっと残りのやつやってって、で、メインのやつをさ、なんか、多分今、キリいいとこまでやってるから、メインのやつ進めると、なんかできなくなっちゃうやつがあるっぽいんですよね。これ、なんか持ってけるもんねえか。ねえわ。誰、ごきげんよう、いないなあ、働いてるね、不安だらけの毎日さ、あ、バルミロだ、バルミロ、バルミロはどこにいるんだろうね、あんたポール、
どうも。ポールいろんなとこにいるな。やむにやまれず潜り込んだ先でまた災難、うん、なんか兵士はね、あ、これ兵士はこれなのよ。あげるよ。一応礼は言っておくぞ。なんだよそれ、上からだな。もっと喜んでくれよ。漁師さんだったからこういうとこにいるかな。あそこにいたかな、海の。これはお兄ちゃんでしょ、さっき渡した。その調子でドラゴン退治まで行くってことになったら本当か。俺も手伝うよ。分かった。何せあれはこの村の仇だ。分かった。期待しないで待ってくれ。あのあっちの船にいた人かな、かもしらん。この人かな。いやでもな、こんな人じゃなかったような気がすんだよな。あんた誰。いや違う。やっと調子が戻ってきたな。あ、よかった。長い間放置していた寮の道具もそろそろ手入れしないと、うん、じゃあ分からんから肉を1個預けてクエスト槍に戻るか。うんうん。ここってクエストボード1個しかないのかな。あ、語らいの人、そうだね、ここしかないよね。ごきげんよう。ごきげんよう。じゃあここに戻ってきて、いざとなったら、うん、なんて思ってるのかね。そうだね。じゃあどうするね。任せておきなよ。預けます。わざわざ引き出していかなくてもいいってことが分かった。溶けそう。よし、任せておきなよ。やめる。じゃあどうするね。やめる。気をつけてな。はい。うーん、血荒い浜かな。祈りの滝か。ここは宿屋ですね。そうですね。各社様も休憩できますよ。あ、こいつか。違う、さっきと同じ。ちょっと辺りを見て。ごめんごめん、何度も何度もごめんね。じゃあ一回また戻って、うん、あの人のとこ行ってみようかな。シャギーン。意味ありげな石が並んでいますが、うん、ここのさ、ポーンのポーンのとこの、ここは穴もないね。ここがポーンギルド。このポーンギルドでは我々ポーンを呼び出すことができます。じゃあ、あと残りのねクエストをね行っていこうかな。何ができなくなるのか分かるのかな。あ、ごめんごめん、悪かった悪かった。ドラゴンが村に降りて、あー、ちょっとあんた、地主の横暴に一時は怒りと落胆を覚えましたがあなたのような方がジャスパー、救われた思いです。てか私があげるっていうよりあんたがくれよって感じなんだけど、まああげるか。まあ生活の足しにしてくれよ。心より感謝いたします。うん、でもさ、二人はくれたよ、なんか俺を。これは心配のお礼です。あ、くれたくれた。何をくれんの。お受け取りください。何、家賃、年代物のなんとか、年代物のなんとか。何もらった、何もろった、これか。装備はできない。へえ、こんなんあんた売って足しにしなよ、生活費の。これで私に家賃でも払ってくれた方がよっぽど嬉しいよ。なんかちょっとずれてんな。まあありがたく受け取っとくぜ。ここは酒場でしょうか。ここはなんもないね。あら、酒場には様々な人が集まるようです。前なかったっけ、ここ。あ、あっちか。あ、その前に、そうそうそう、あの兵士のとこ行って次のクエストを受けるとどうなるかとか言ってもらえんのかな。この先進むにはちょっとこういう弊害があるよとか言ってくれるのかな。
まあ行くだけ行ってみよう。昼と夜ではまた趣が違いますね。ますな。あ、そうだ、あとさ、私も今3レベルが30ぐらいになってんだよね。そうそうそう、なんか雇い直すかな。アイリスちゃんな、アイリスちゃん未だにめっちゃ強いんだけど、そろそろっていう感じも。あ、緑のビカビカをつけている。貴殿が受注可能な流星の任務についてお伝えしましょう、うん、こちらからお選びください。え、あれ、なんか4つで2つやったよね。この両王からの通達っていうのが次のやつなのかな。どれをやるとダメなんだろう。上、了解しました。あ、これは今すぐに何かをするという類の仕事ではないのですが、まだ大丈夫かな。救済という活動について、何度も聞いてるよ、青汁でしょ。実態がどこまでのものなのか、うん、はっきりとはしないのですが、うんうん、ドラゴンをあがめ、うん、滅びを望む忌まわしき一派と言われております、うん、混乱に乗じてそういった連中が力をつけるのは甚だもって不都合なこと、うん、貴殿に置かれても救済については心に留め置かれて、何かあれば我が方に報告いただきたいのです。我が方に報告いただきたい、うん、ではよろしく頼みましたぞ、うんうんうん、救済の情報を集める。古田なんか知ってる。確かメレディスという町人が情報を持っていた気がします。あ、そう、ありがたい。メリスちゃんも確かメレディスという町人が情報を持っていた気がします。じゃあメレディスさんを探しに行くんだけど、今んとこいないね。メレディスさん、クエストを、うん、これか、こうすればいいのか。メレディスという町人の情報を持っている、情報を持った人物がいるはずです、うん、探してみましょう。マップに出てる。あ、いた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 。あ、2つも ついてる。じゃあちょっとこれ進めてみましょう。はーい。メレディスを探せば話が早そう。そうらしいね。ありがとう、助かるわ。4つあって、でなんかそのうちの2つやると次に進めるみたいな書いてあったから、一番下のやつを選ぶと次に進むって感じなのかな。ここら辺になんかついてなかった。メレディス、宿屋の中にいるじゃん。ここでは退屈することはないですね。こいつメレディス、アメレディスだ。救済について知りたい。メイソン、メイソンの友達ではないんだけど、なんかちょっと若干嫌がられてる私。メイソンもやたらと救済について聞きたがってたんだけど。どんなに足のことが好きですかとか言われちゃう。救済情報はメイソンに聞きましょう。このクエストに詳しくなりました。メイソンと話す。あ、メイソンと話すのね。メイソンどこにいる。メイソン、ネットリメイソン今んとこいないと。なんかどっか行かなきゃいけないとか言ってたよね、メイソン。それとも朝早すぎていないかな。さっきさ、理髪店のところになんかついてたんだよね。ついてなかった。フィールドマップ、理髪店行ってみよっか。で、この赤いうっすら丸がついてるのは何なんだろう。あ、こっちじゃないよ。情報を持った人物がいるはずです、うん、探してみましょう。ちょっと聞かして。メイソンならば確かこの貧民街で生活しているはずです。でも今なんか探しないときはね、よくいるんだけど、今いないわ、メイソン。さっきここについてたんだよな。でもいなさそうだね。理髪店があります。利用してみてはどうですか。話聞かせてくれ。救済ね、うん、なんだか最近流行ってるみたいだね、うん、やっぱメイソン。この間も誰かがそのことを聞いて回ってたよ、うん、確かメイソンとかいう、うん、ちょっと前に街に来たやつだよ。そうそう。さあ今日はどうしますか。ありがとう、またのご利用。ごめんね、話だけ
聞きに来て何にもお金落とさないで申し訳ね。メイソンはあここになんかいない？これ何これ？ちょっとじゃあ教会の方行ってみようかな。これ隠れてるってこと？何これ、初めて見たこんな表示。どういうことだこれ。何かありますよ。何かありますか？あ、古田髪型変えたかった？ごめんちょっと私今気に入ってんだそのあんたの髪型。ちょっと飽きたなって頃にまた変えるね。ここちょっと行ってみようか、気になるから。うん、弓でかいね。武器によっては能力の強化もできます。ふんふん。それか地下とかってこと？この先から城壁を越えて上の区画へ行けます。薄いもんね明らかに。誰？戦いに備えて緊張感を保たねば。教会の方に。これ誰だ？あ、マクシミリアンか。マクシミリアンは今もう話聞いたもんね。ここじゃない？やっぱいないね。でもなんかどっか行かなきゃいけないって言ってたのはなんか覚えてんだよな。そうなんだと思ってたんだけど。教会なんか入ってみるか。ここにも教会がありますね。ありますね。あんたなんか知らん？みんな落ち着きを持って苦難を耐えねばなりません、うん、そうか。人がいっぱいいる。どういうことだろう。金貨210もらっちゃった。偉いっぽい。この人に聞いてみよう。各社として旅をされる方なのですね。うん、うん、大した情報がね。ポーンを引き連れた各社だったのですね。うん地下っぽいのもないもんね。上かそれとも。こちらの教会が中心になって、うん、近隣の修道院が交流するのです、うん、ドラゴン騒ぎで今はそれどころではなくなっていますけどね、うん、今鐘鳴ってたね。もしかしたら場所が変わる可能性があるよね。これ誰？どんなに乱れたように安静さ希望はありますよ。そうだね。でもずっとあの赤い丸はここにあるね。あ、ここも地下ってことかな。こっから行くようなとこ。からんな。縮尺の切り替え。ここの、なんかこういうとこから行くのかな。からん。まあ、一回戻って、こっちからもなんか確か行けたっけ。あ、違う違いますよ。武器を出さないでください。やほ。こっから先はお金持ちの家だ、うん、そう今行ってきた。まあ、各社だったら何か仕事をもらえるかも、うん、もらってきたもらってきた。なんか貧乏臭い格好でうろつくなとか言われたんだよね確か。あ、いたいた。南の村に現れたという。お前仕事しろよ。それでいくばくかもらえんのか。サラとピップがいるだろう。ここの水路のとこ行ってみるか。あるいは絶望、そんな感情を抱いたはずだ。そんだけ元気があるなら働けよ。調子はどうです？調子いいよ。 なかなかここから行けんのかな。ほら、なんか下に行けるもんね、こっから。
あそこの下も行けるのかな。おい、行けるのか。各社だかなんだか知らんが邪魔をしないでくれ。何の邪魔。戦いに備えて緊張感を保たねば、何が邪魔なんだろう。我々なんか邪魔ですか。ちょっとね、態度でかいから邪魔って言われたらもうそれまでなんだけど。降りれんのか。あ、降りれそう。降りてみよう。メイソンのねぐらはこっちです。あ、そう、こっちですっていうのは私が今行ったとこでいい。メイソンのねぐらがあるんだ。ここは、え、あれ、なんか入っちゃった。私ここ入って大丈夫。こんなところに出入り口が。本当、出入り口あんの。あ、それはちょ知りませんでしたわ。で、出てもしょうがないもんね。塔？いろんなこと言うじゃん。塔？あの檻みたいなやつ？あ、まあ、こっち向いててここにあるから確かに塔が見えるっちゃ見えるけど。戻るね。メイソンのやっぱねぐらがあるんだ。やっぱ下なんだ。それでここからも外に出られるようですね。こっち、 あ、いるじゃん。これメイソン、メイソン、メイソン。探してたよ。まさかとは思うけど。いや、そういうわけじゃないんだけど。足を捕まえに来たわけじゃないです。ないです。分かってますよ。分かってんのかよ。救済のことでしょ。はい。わけあって足もその辺をちょいと調べてたんですが、どうもこの空が怪しげなのかみんなあまり喋ってくれなくてね。ああ、そう。時にあんたも連中を探ってるんなら、私もあんま変わんないと思うけどな、あんたとこんな帽子かぶってるし。聞き込みを続けてみちゃもらえません。いいよ、安受け合い。いいよ。じゃ、これを持っていってください。何救済の不調。え、何、今何もくれたの。もう一回話聞かせて。先ほど私とも救済の仲間内で通じる不調でして、そいつを持ってるや奴らの仲間とは。こんなご陽気な格好したやつでも。何か分かったら。分かったよ。足の方にも聞かせてくださいよ。多分まあその見た目もあるんだろうけど、話し方もあるんじゃないかな、あんたが怪しまれるの。